これは、ここは動くんだけど、このはしごが動かないね、こっちは。オラー、今日はこれ、ダイソーで買ってきた手作りブルバックか。これ紙で作るのかな。これを作ってみます。じゃあ開けてみよう。あれ、ここが出てきた。これがパズルみたいな。ゼンマイ。作り方はこれだけ。結構早くできちゃったね。6歳からって書いてあるけど、そんぐらい簡単なんだね。まず1番、1番。よし、取れた。で、こうやって、おお、でくっつけんのね。それでこっちも、ね、こうやってくっつければ、ショベル完成。ショベルの、よし、次は2番。2番、終わった。よし、取れた。2番、3番、4番、5、5、2。よし、刺す。ギュッと、で、そしたらここにつけて、つければ、よし、クロの部分完成。ゼンマイをここに入れました。ここ椅子じゃない？すごいところ、完成。できました。ショベルカー、後ろにこれをゼンマイがあるから引っ張っていくと、こうして引っ張ると、後ろに、おお、手でも転がせる。紙でできてるから、ちゃんと持つところを考えないと壊れちゃうから、加藤ちゃんは優しくやらないと壊れちゃうよって言ったら、ちゃんと壊れないように、そっとそっとこうやって遊ぶから、ここも動く。カシンカシン、クロウが動きます。ショベルとも言うけど、クロウとも。かっこいいね。なんかちょっとね、前の窓がないけど、だからポーンってこっから飛び出ちゃう。6歳からって書いてあるけどね、すごい、なんか最後の方が難しい。あと、はしご車もあるんだ。ここが消防車の前で、ゼンマイはこっちについています。消防車も完成しました。これなんかすごい難しかったけど、すごいできたらかっこいいね。これは、ここは動くんだけど、このはしごが動かないね、こっちは。加藤ちゃん、おかえり。いい
よあっとどう手作りクッキーじゃなかった手作りなんだっけ手作りフルバックかショベルカーと後ろ車ブル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 ブラン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 なんかドリフトしてればこっちの方がかっこいいかもI'm good.